違う。My channel, it's Ellie here. こんにちは、エリーです。今回の動画は2018年今年の最後を締めくくる動画として、娘の成長記録、1年を通した成長記録の動画を作ってみました。本当に今年はあっという間で、もうやっぱり子供ができると1年あっという間だよって聞いてたんですけど、まさかこんなに早いと思っていなくて、もうね、この間年明けして4月に日本に行った気分だったんですけど、あっという間の1年だったんですけど、やっぱり子供の成長って本当に早いですよね。もうヘイリーのその最初の頃、今年の初めの頃、1月2月とか見返すと、もう本当に赤ちゃんと思って、で全然今と違う、まあ面影は全然ありますけど、もう顔の丸さとかプニプニ感とかが最近なくなってきて、本当にもう今は幼児感がすごくて、赤ちゃんっていうよりは幼児っていう感じになってるので、ちょっと恋しかったり嬉しい悲しいセンチメンタルな気持ちで最近過ごしているんですけど、本当にこうやって YouTube を通じてたくさんの方に見ていただけて、まあ、娘の成長を見守っていただけたり、私の育児生活、家事とか日々のライフスタイルを見ていただけて、私も日々のなんか家事とか育児の本当にモチベーションになったのが事実で、もうここまで今こうやって頑張れて、家事とか育児で頑張れてるのも YouTube を通じて皆様からこうコメントいただいたり、 Instagram の DM で励ましの言葉とか嬉しいお言葉たくさんいただけたりして、本当に皆さんと一緒に頑張っていこうって思えるようになったの で、来年はもっと私のいいとこばっかりではなくって、私が経験する悩みとか、まあ、辛い経験だったり、まあ、私の全て、なんだろう、
通る道毎日の日々生活アップエンダウンがこうあるのは人として当たり前なので、それをもっともっと皆さんとシェアして共感していただいて、親身になってなんかこう皆さんとコミュニケーションを取れる場を YouTube で作っていけたらなと思っています。で、来年はもっともっと Instagram のライブをやっていこうと思っています。そう、今年はなかなか時間を作らなくって、やっぱり日本と時差があったりしてスケジュールを組むのが難しかったりしてたんですけど、でもやっぱりインスタライブって皆さんがこうコメントをすぐしてくださってそれを読んで答えるっていうことができるので、 Q&A とかすごい楽しいなと思うし、すごく交流の場として私はもうもっと身近に皆さんとお話しできる場になるんじゃないかなと思うので、まあ、来年はたくさんしていこうと思ってるので、まだインスタグラムフォローされていない方はぜひフォローの方お願いします。という感じで本当に2018年、今年も皆さん見てくださってありがとうございました。お世話になりました。また2019年、来年も引き続き私エリエムスをどうぞよろしくお願いいたします。では皆さん良いお年をお迎えください。 See you next time. Bye bye.